ジャーニー・トゥ・ザ・サベージ・プラネット2020年 H2 インタラクティブ、どうもアラヤンです。さて今回はここ来てますよ。ここね、スラムフィビアンのピット。なんでこんなとこ来てるかっていうと、次はこれをやろうと思ってるんだよな。科学のためにランク4シニアエグゼクティブ探検家に到達。これの実験一つ目がライブサンプル3ってことで、スラムフィビアンとシュノゾとインペリアルスカラブの3体のライブサンプルを集める3体のライブサンプルを集めるってやつなんだよでスラムフィビアンのピットに来たってことね。ライブサンプルってのはこれですよね。ライブサンプラーでこいつでザクッと一発やってやればいけるわけなんだが、スラムフィビアンってあいつだよな、あのボスですよね、中ボスみたいなやつ。あいつ、いけんのかね。とりあえず向かっていくか。この金色のやつでも、奥のピンク色のやつでもいいのかな。あ、成功成功。スラムフィビアン完了だ。逃げろ逃げろ。いって。ライブサンプルだけゲットしたらもうそれでいいですからね。逃げましょう逃げましょう。じゃあ次はここ行こうか。ゼロフィラスの着陸。ここら辺確か行ったよね。あれ違うか、なんだ、あーいたいた、あいつあいつ、あいつがスカラブだよな、インペリアルスカラブ。あいつのライブサンプルをゲットしようかな。電気出しそうか、怖い怖い怖い。よし来た、お尻ドーン。オッケー、2つ目のライブサンプルゲットな。もう一つのシュノゾってやつはモグラ叩きみたいなやつのことかな。確か向こうの方だ。あっぶな。多分あそこだよな。あそこに行くから、ずっとつながっててそっちか。そこがテレポーターですよね。テレポーターからタワーの反対側、こっち側に渡ってきて、この向こうですね。さよなら。行くぞ。こっち渡って、で、さらに向こう側かな。痛い痛い。こっちだよな、こっちだ。お、なんか秘密が隠されてるってよ。後で見に行く？こっちですね。この向こう側に、モグラ叩きの巣みたいなのがあったよな。ここら辺だわ。そこに背の低いやつがある。ここでゲットしましょう。取った、シュノゾゲットですよ。これでライブサンプル3は終了ですかね。さっきの秘密が隠されてる場所あたりに戻ってきましたけど、どこだろう。なんかこの向こうっぽい、これは元の場所だよな。こっちに渡っていく途中で左側にフックがあるんだよ。あれじゃない？あっちじゃないの？あ、向こうにまたフックがあるな。これで？どこ？秘密の場所はどこだ？こんなところに来たからってどっか行けるようになるのか？どこにも何も見当たらないぞ。なんだここ。その上かな。あそこに向かうの？あ、なるほど。この下に何かあるわけか。足場がありますね。なんか発見だ。これはブライトボムでぶっ飛ばして。琥珀を溶かしたらどうなります？あ、なんか出てきたぞ。なんだこれ。これは探検家のログ。次のこのレッツバウンスを突破しようと思ったら別の武器が必要だよな。ピンボールの効果があるとか言ってるんで、こいつじゃなくてこっち先行きましょうか。ショッキング、感電している4匹のクリーチャーを3秒以内に倒す。さあ、てことで今度やってきてんのは着陸地点のそびえ立つクリスタル。ここな。
まあ別にどこでもよかったんだが、パフガードがいっぱい集められそうな場所がいいですよね。ここに4体いてたわ。着陸地点近く。これでどうよ。よし、感電してるクリーチャー4匹を3秒以内に倒す、ゲットですね。一旦宇宙船に戻ってきたぞ。メールを確認。新しいメッセージが来てるってことだったよな。これかな。キンドレッドのバリューシステムを忘れないで。めちゃくちゃ怖いこと書いてますね。くぼみや割れ目は危険だが、それでも中に入ってチェックするように。そのために君に給料を払ってるんだ。プライドを持って仕事をする。キンドレッドの所有物は何が何でも守るんだ。高度な宇宙技術は高価で製造が難しい。新しい手足のプリントなんてはした金でできる。めちゃくちゃ怖いわこの会社。届いてるメッセージはビデオメッセージなのかな。社長からでしょうね。It's finally happened. You did it. Our automated measurements have transmitted the vital information that you have successfully refueled your javelin and could, at any moment, be launching yourself. いつでも地球へ帰ることができる。Imagine the delight on the faces of your children and partner, or partners, or parents, or pet, or whatever may be waiting for you.Especially if you've accomplished all of your various tasks. この社長のセンスはどうなってんでしょうね。Are only available if you've completed all of your contractually obligated objectives. まあ要は全部タスクを完了してから帰ってこないとボーナスは出ませんよってことね。まあ大概ブラック企業だよな。それから探査ログの3。前にこの星を探索してた探検家は空気中の細菌のチェックをせずにヘルメットを取ったってことな。その後どうなったんでしょうね。次の探査ログを探さないと分かんないってことかね。まあ日記みたいなもんでしょう。次はこれだよな。接近攻撃のみでダメージを受けることなく10匹のクリーチャーを連続して倒す。じゃあとりあえず空手家をねやっちゃいましょうかね。オッケー、空手ができる。実験完了ね。あとはレッツバウンスかな。こいつはショットにピンボールの効果をつけてこないといけないから、一回ジャベリンに帰りましょうか。戻ってきたよ。今回つけるのはこれですか。どれだ。これか、バウンスショット。ピンボールのようにショットをバウンドさせる。チャージが完了してる時に三角をもう一度押して開始。カッチン。ってことでピンボールショットをやりに隕石のクレーターに行きましょう。ここのそばにいた。ここのそばに確かいっぱいパフバードがいる場所があったはず。こっちの方だよな。なんかこの辺にいっぱい集まってた気がするんだよね。ここに2体でしょ。あ、3体いてる。あ、4体いてる。いっぱいいてんな。この辺にちょっと餌撒いて集めましょう。何体ぐらい来るかな。あ、5体来ましたね。この辺に撒いといて、5体集まったら、さあ来い、さあ来い。集まるよね。行くぜ、行くぜ、行くぜ。行けー。よっしゃ、ピンボールウィザードゲット。これで実験4は完了ですよね。よし、じゃあジャベリンに帰って実験4を完了させましょう。また新しい装備が作れるようになるんでしょうね。でも何かメールが来てる。シュニアエグゼクティブ探検家になった、おめでとう。このレベルに到達できる人は少ないけど、追加の得点はないってさ。最後のセットがロック解除された。最後のセットって何でしょうね。
本物のお金を稼ぎたい？お金、現金、圧倒的力を持つドル。お金は好きかい？もちろん好きでしょう。なんでしょうね、このお金を。お金を前面に押し出したお得情報。チャプターの名前に全部お金って入ってるんですけど。よし、これで新しい装備がまたできるよね。いいですね。いいです、いいです。いいですよ。エイリアン合金が4つしかないからな。ちょっといろいろ考えながら足したいけど、これいいんじゃないですかね。落下ダメージをすべて無効にする。着陸衝動の無効化。ご自由に崖から落ちてくださいって書いてあるな。アドバンストストンプブースター。これは、もっと大きく、もっと強く踏みつける。エイリアンのアーティファクト探知機。これはとりあえず作っといた方がいいのかね。他にもいろいろありますね。武器系は最後でいいと思うから、とりあえず作れそうなやつ。まあ、まずいんのはこれでしょう。エイリアンのアーティファクト探知機。こいつは作っとこう。これで全アイテムがバイザーに表示されるようになったってことだよね。それから、着陸衝撃の無効化かな。これで落下ダメージがなくなるから、どんだけ高いところから落ちても大丈夫ってことだもんね。カッチンって言ってほしいな。オッケー、これで今エイリアン合金がなくなったから、次はそうですね、ここのエイリアン合金を探しにムズムズ原野に行くところから始めましょうかね。あとはエイリアン合金を集めながら自分のアップグレードをしていって、そのついでにオレンジグーとかタブレットとかこの辺も全て見つけていきたいと思います。まあまずはエイリアン合金から自分のアップグレード用にって感じかな。さあ、ってことで今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。